ご視聴いただきありがとうございます。今日は美味しそうな春キャベツが手に入ったので、春キャベツいっぱい、豚肉いっぱいのお好み焼きにします。突然途中経過を吹っ飛ばし、焼くところから動画スタートするという美味しそうなところよりすぐりスタイルとなっております。冗談は置いといて、片面が焼けるまで時間がありますので、リント会について質問をいただきました。ありがとうございます。はい、お好み焼きをひっくり返す手羽ですよ。おひっくり返すところをスローで見ていただきました。春キャベツの緑がとても綺麗です。話が脱線していましたが、質問に戻りたいと思います。リント会の名前の由来が知りたいです。もし漢字で表すならどんな漢字になるのかな、それも気になります。はい、名前についてご質問いただきありがとうございます。リンは漢字で書くとこう書きます。リンとした凛々しい子になってほしくてつけました。貝は漢字で書くとこう書きます。いつも愉快、ニコニコ笑顔でいてくれる子になってほしくてつけました。リンと貝はずっと隣でお腹ペコペコ、はよしてと言っています。お肉を見てみましょう。お肉見てみましょう。おいしそうです。これでちょっと蒸らさんとだね。これでお肉で蓋できとるから、このままの状態。蓋をする？蓋もあるよ、あのこの鉄板の蒸らしてあげようか。いいかも、ひょっとしたら。早く火が入りそうですよね。じゃあちょっと蓋します。はい、蓋をして数分蒸らしました。お好み焼きといえばやっぱり目玉焼きじゃないですか。卵を割って黄身の部分をヘラでちょんちょ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 んちょ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 んして、もう皆さんお分かりですね。お好み焼きを目玉焼きの上にドーン、もう一枚もちょん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 して、呼吸を整えて、お好み焼きをドーン、はみ出た卵に哀愁を感じます。出来上がり間近になってきました。1枚目はひっくり返すことができました。さあ2枚目です。2枚目は少し崩れましたが、ナイスリカバリーです。最後にお好み焼きソースをかけて、100均で買ったハケで塗り、マヨネーズをシュルシュルシュル、青のりをパラ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 、紅生姜をパラ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 、最後にカツオ粉末をかけて、すごいぜ。出来上がりです。美味しそう。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、コメントお願いいたします。